問題の正解が一つしかないのっておかしいよね。箱の中の銘がみんな優しいだけじゃないみたいに。たまには、レア、ほら、こんなに鋭い歯を持っていることだってあるんだよ。今日は何をした？楽しいことはあった？全部あんこに教えてね。あんこは物語を聞くのが大好き。人と人とのつながりは一つ一つの物語から感じるんだ。夢の中でならママに会えるかな。チョコをあげる。その代わり、アシナゲットをあんこにちょうだい。これで漂白者は美味しいチョコを食べれて、あんこはチョコ星ナゲットを作れる。どう？お得でしょ？アールトが教えてくれた商売の秘訣なの。内緒だよ。食べ残しは怨念となって夢の中に現れる。どう？怖かった？いつかね、あんこは世界中を旅して、ついでに世界を救っちゃうんだ。明日の朝ごはんは何にしよっかな。黒目も白目もママがあんこにくれたプレゼント。あんこの大事なお友達だよ。目たちはあんこにいろいろ教えてくれたの。いい子たちだよ。幸せは世界で一番綺麗な感情だよ。でも偽物の夢じゃダメ。あんこは最高に幸せな夢を見たことがあるんだ。夢ならいつか目が覚める？目が覚めたらまた新しい一日なんだから頑張らないとね。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。昔は誕生日になるとママはこの歌を歌ってくれたんだ。だから今はあんこが歌ってあげる。これからも楽しい毎日を過ごせますように。もう、あんこが時間をかけて作ったから絶対おいしいよ。一口食べる？目が一匹、目が二匹、55匹。あれ、どこまで数えたっけ？こんにちは、あんこだよ。一緒に黒目白目冒険に行く準備はできた？うん、目はどいて、あんこも見たい。ブラックショアのあんこだよ。よろしくね。やっぱりあんこがいなくちゃね。出発だ。一緒に探検ごっこする？今日はあんこにどんな物語を見せてくれるの？あんこ、怒ったよ。これでも食らえ。チョキ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 、燃えろ。幕開けだ。ふふー、ドカーン。目来て、トーン。あんこの力を見せてやる。あんこのお友達をいじめるな。目に飲まれろ。あんこに近づくな。目は気をつけて。目はおとなしくして。転んじゃった。全然痛くないよ。物語まだ終わってない。お家に帰りたい。まだ寝ちゃダメなのに。デカブツ出撃。これ楽しいね。アンコールの時間だ。目の登場だ。あんこの空中偵察タイム。おう、目はお宝だ。目走れ。目ついてきて。キラキラしてる。これが秘宝ってやつだね。もっとあるよね。あんこが見つけた。
もう。メイはおとなしくしてて。あんこが時間をかけて作ったから絶対おいしいよ。一口食べる？メイが一匹、メイが二匹、55匹。あれ、どこまで数えたっけ？